こんにちは、高橋です。皆さんにはまだ言ってなかったんですけど、ついに僕にもあれが入りました。そうです、初任給です。まあ本当は給料日が5月の末なんですけど、もう気がつけば6月中旬ですね。早いですね。まあ今回は少し遅くなりましたが、給料日ルーティーン、まだ初任給なんでルーティーンにもなってないですけど、やっていきたいと思います。それではよろしくお願いします。というわけで、今日は初給料を使ってたくさん贅沢していきたいと思うよ。初めにやってきたのはインドカレー屋さん。近所でいつも行きたいと思っていたよ。ありがとうございます。どれも1500円を超えてきて少々お高めでした。しかし給料日なので贅沢したいと思います。すいません、このタリセットのチキンカレーでお願いします。どう、はい、以上でございます。到着しました。2種類のカレーとナン、サフランライス、サラダ、ソーセージがついて1500円でした。お味はいかがですか？別角度から。ご飯もいっちゃいます。前回の動画で薬の量を調節して少し元気になったって言ったんですけど、今日もまあそのおかげで楽しめています。エビリファイを6ミリから3ミリグラムに減らしたんですけど、小さなことでも楽しめるようになりました。これはすごく大きな変化で、久々に楽しいという感情を味わうことができています。やっぱり思考を作るのは体というか脳なので、脳内の物質を薬で抑えるのは本来あんま良くないのかなとも思いました。まあでも薬を減らしてからしばらくは体がハイになりすぎてしまうので、できるだけ負荷を抑えながら生活したいと思います。はあ、満足満足。さてお次に向かうのはどこでしょう。ミスタードーナッツで食後のデザートを買いました。焼きポンデリングですね。最近 SNS でバズっているやつです。お味はいかがですか。うまい、カリッカリ、うん、いらなくなった服を売りに行こうと思います。今回売るのは緑のパンツと紺のブレザーです。セカンドストリートにやってきました。果たしていくらの値がつくのか。まさかの3700円もの値がつきました。緑のパンツがスウェーデン軍のもので、ブレザーがバブアーのものでした。全然知らなかったよ。帰りに洗濯をしていきます。新宿で彼女と遊びたいと思います。虫型だから、ベタベタ触んないの。薬を減らしてからの変化としては、まず創作意欲が上がりましたね。あと暇な時間を楽しめるようになりました。薬を減らす前はこんなに時間があってやることないと、うわ寂しいなとか感じてたんですけど、今はこんなに時間あって、うわ何でもできる、嬉しいなみたいな、
そんな風に感じられるようになりました。コップの水が半分あった時、少ないと思うか多いと思うかみたいな、そんな感じで物事の捉え方がポジティブになりました。ああ、まあ確かに大人数でやるかもね。遊び終えたので買い物して帰ります。購入品紹介です。今日はこれらを使って一人飲みをします。ホタルイカの下処理をします。下処理完了しました。醤油、味の素、ごま油で味付けします。豆腐に乗っけたら完成です。キムチ、マヨネーズ、ツナを混ぜ、きゅうりの上にのせます。というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。また見てねー。